皆さん、こんにちは。タスガヤナイスです。サーモンラン、やっていきましょう。現在、950まで来ております。ということで、うまくいけば、あと3試合でカンストということでね、ちょうどジョーのゲージも溜まっているということで、こっからやっていきたいと思います。それでは、早速、レッツゴー。さあ、やっていきましょう。カーボンローラー。ねえねえねえ。カーボンワイドじゃねえんだわ。マジ、ローラー2枚ある時点でさ、ほぼ絶望なのマジで終わってんだよな。さあ、通常からですが。いやー、カーボン200ダメージ出ろ、お前。さあ、塗りたい。ほん！あ、やってくれた、オッケー。それ撃破結構でかい。さあ、程よく撃ってくれていて。さあ、ヘビーも撃破したいところをさ、塗って、後ろは来ていない、まだ。さあ、後ろまだ来てなくて。とりあえずは今は暇そうだな。一応、帝王イカですね。いや、帝王イカはいいっすね。帝王イカね、やっぱ貫通あるからね、割といいスペシャルですね、これ。あー、ちょっと待ってね。間に合わない、オッケー。間に合わない間に合わないならしっかりとやめて、さあ、キャンセル挟みつつ、オッケー、さあ、肩パッド、肩よくも入れ、さあ、撃破。よいしょ。さあ、そして、お次、うわ、なんかヘビ来た。これカーボンローラーだけなんですよね、ローラーの中で、あれを、あの、小邪気じゃない、中邪気を処理できないの。中邪気引けないのカーボンローラーだけなんですけど、カーボンローラー本当に弱い。なんだこの武器。オッケー撃破してくれた。さあ、カーボンローラーね。もうでもさ、なんかさ、味方処理鬼強くねえか。待って、この編成でこんだけ処理に余裕あんのかなりえぐいど。ほっ、この編成でこんだけ処理に余裕あんの結構いすごいな。ホンガ、やっぱね、雨なんですよね。すべては雨。雨を降らせなければね、大体何でもできる。ほっ、入ってない。入ってない、オッケー。インクない、オッケー。さあ、ナイスファイト。いや、味方強そうだな。すげえ味方強そう。いいね。いい処理能力だ。さあ、続きまして。なんだこれ、バケスロ？モップだー、やったー。モップはいいっすね。さあ、ブラスターとスペース、エリーとか、まあ、モップが頑張らないとっていう感じの編成ではありますね。さあ、今回ね、あれなんですよね。帝王引いたのでね、ちょっとお話しするんですけど、あれ、ウルトラ着地がね、想像の10倍ぐらい弱くてね、ちょっとびっくりしております。あれ、貫通ないのマジで終わりすぎてる。モップは、モップの塗りむずいんだって。よいしょ。マジで、あれ終わってる、本当に終わってる。ウルトラ着地ね、あれマジでな、何あれ、あれ貫通ないの終わってるだろ。てか、あの見た目でなんで貫通ないんだよ、おかしいだろ。ここ OK、 コウモリ撃破していく。やっぱコウモリなんてね、なんぼ撃破してもいいですから。さあ、モップはね、振りながらね、塗るんですね。あー、濡れてない。待って、これはワンチャンス、チャンス、ここ！ああ、おっしゃい、やっていくー。さあ、救助して、あー、め、うん、雨救助、解除、あれやってくれた、弾いてくれた。さあ、モップで、さあ、向こうの撃破しつつ、こっちのも撃破していきます。オッケー。さあ、モップ撃破、本が、待ってね、に落ちまずいよ。本、オッケー。さあ、救助して、あー、まず、あと10。いや、まあまあまあ、なんとかなるか。よいしょ、あと2個、なんとかなるな。オッケー。さあ、撃破、さあ、納品を稼いでいって、さあ、ここも撃破して、さあ、あとここの柱もついでに撃破していって。やっぱモップって武器いいっすよね、この武器本当に強え。一発250はね、やっぱ破格ですよ。500族2角ってのが本当に強い。さあ、そしてイグザミナーですね。イグザミナーバレル、スピナーは2つもいらんのよ。いやー、スプチャか。まあ、今回ね、結構ウルト余ってるはずなので、ソナー1個は余ってて、あと何が余ってる？まあまあ余ってるはずなんですが、さあ、ヘビー2ですね。ヘビー2はあまりよろしくないので、さっさと処理していきたい。オッケー。イグザミナーね、未だに打ち方が慣れない。ハイドラ使っといてなんですけど、よいしょ。ポン！さあ、モグラを処理。さあ、適当に納品をしつつ、このヘビはおそらくアイスさんに来るでしょう。さあ、再びモグラがやってまいりました。さあ、モグラを撃破して、さあ、バレルがやってくれた。
さあインク回復がてら若干納品をしていきたいところではありますが、ちょっとまずいか。雨を弾けなかったのがだいぶまずいですね。さあスプチャ、手をいけます。あー待って、かぶっちゃった。これかぶっちゃったのもったいないな。待って、じゃあこのコウモリ、このコウモリ撃破、このオッケー、このコウモリ撃破、オッケー、オッケー。さああれなのでね、なんだっけ、もうイグザミなのでしっかりとチャージして撃つ、チャージして撃つ、オッケー、オッケー。雨を弾いていくが鮭にやられていく。助けて助けて、いきます。ほら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 。オッケー、さあだいぶ処理できましたよ。オッケー、待って、その爆弾まずい。待って、あん雨。さあアットさんですね、アットさんしっかりと救助をして、雨えぐくて納品終わってるので死なない方がいいんですね。待って、全音あるよ、全音あるよ。あでも大丈夫、ナイスナイスナイス、素晴らしい、いい逃げです。スプチャいい逃げでした。オッケー、さあやってまいりました、ジョーです。ジョーだ、ジョー。はい、しょうもないですね。はい、やっていきましょう。さあチャージャーラクト、イグザミナ、フィンセントということでね、オフィンフィンですね。さあやっていきましょう。さあこれアイスさんにやってくるので、さあ味方に入らないようにしっかりと端の方に寄りつつ、さあ、あのね、割とね処理しないと無理、割と処理しないとねきついってことがね分かったので、ちょっとこっち来ないでほしいんですけど、こうやってね、なんかでもね、こいつね、なんか食った敵はね全部処理してくれるっぽいのでね、意外とね、なんか寄せてわざと処理させるみたいなこともねありなのかもしれませんね。あー、なんかモグラ来た。うーん、ちょっと処理がマジでさ、処理追いつかねえんだよな。痛い。これさ、乗船さ、結構あの処理が追いつかない。さあオフィンフィンでしっかりと処理していきたいところ。さあ肩バット食ってくれた、ナイスすぎ。やっぱこれね、やっぱ敵を食わせるってことも大事なんでしょうね。さあしっかりと味方に行かないように避けて、オッケー、よいしょ。うーん、全然攻撃できてないけど、まあまあ処理が追いついてるからなんとかなるか。よいしょ。さあしっかりインクを回復して、さあここです、さあここで攻撃です。おら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 。さあこれはアイスさんじゃないらしいので、アイスさんはしっかりと避けて、さあどっち向き、ああこっち向いてほしかったな、それ。さあ攻撃していきます。おら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 、あともう殴ってるだけでいいでしょ。おら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 、ナイスー、素晴らしい。やっぱクマチャいいよね、クマチャ強い。ということで無事撃破です、ナイスファイト。めっちゃ煽ってるさあ行きましょう。これはソイチューバー、ソイチュか、なるほどね。ソイチュってね結構難しい武器なんですよね。これね、あのあんまりチャージしない、あんまりチャージしないんですよね、ソイチュって。ソイチュは、よいしょっと、ソイチュは一発撃ったら、一発ねチャージ撃ちしたらね、あとパシパシで撃っていきます。これね、あのチャージはね、なんかダメージの前借りっていうイメージでやっていくんですね。オッケー、あチャージできてない。オッケー、さあ撃破。さあ雨はねしっかり撃ち落としていきたい。オッケー、さあしっかりとねパシパシしていって、さあ肩バットやってまいりました。肩バットの肩翼をもいでいく。あーかぶっちゃったん、もったいない。やっぱねこのね肩翼なんかかぶっちゃうのねもったいないのでね、さあしっかりと、よいしょ、待って、雨はね降らせちゃダメ、雨を降らせないことの方が大事、撃破よりそっちの方が大事。オッケー、さあこれで撃破できたでしょう。オッケー、さあオッケー、さあリッターか、これリッターですね、リッターいいっすね。よいしょ、うーん、ちょっと待ってね。さああれはリッターにお任せして、ちょっとこっちのをやりたいな。うーん、ほっ、オッケー。さあイカ登りでしっかりと登っていきます。よいしょ。さあここの柱はね非常に凶悪なのでちょっとやめていただきたいところでございますが、オッケー。さあとりあえず肩役をもいでいく。さあ柱が3放置されておりますね、柱3され放置されてるけど、ちょっと納品が順調なのであんまりウルトは打ちたくないなというテンションでやっております。さああと5ですね。オッケー、
さあ痛いです、非常に痛いです。さあここのヘビーが処理されたらもう納品が足りるでしょう。オッケーオッケー。さあ納品が足りまして、さあソイチューバーのチャージ、オッケー。さあ33無事ナイスファイトと。さあウェイブ2やっていきましょう。やっぱねそいつはね、シャプマですね、そいつはねダメージを前借りするっていうね、借金の前借りじゃない、借金前借りしてどうするんだ。そのねお給金のね前借りみたいな、そういうテンションでやっていきます。さあ閉じ蓋、鍋蓋か閉じ蓋かいつも間違えるんだよな。さあやれ、うん、あーおーやっていく、ナイス、次素晴らしい、待て、おーいいね。なんかいろいろとね、なんか鍋蓋見るとね、なんか悪用したくなりますよね。さあしっかりとダイバーを塗っていく。さあワイドローラーっていう、ワイドローラーだよねこれ、悲しき武器もありまして、さあここの鉄板を処理しつつ、さあ爆弾やってまいりました、いけい、ナイス、次素晴らしい。いやーこのね鍋蓋悪用してるのが一番楽しいよね、サーモンラン。さあしっかりと塗っていきたい、サンキュー、インクが切れました、危ない。さあ撃破してくれそうですね、撃破できなかった、うん、オッケー。さあ行きますか、ポン、オッケー。さあカニなんてね、なんか順調な時にしか使えないウルトなので、オーライ、オッケー、ポン。さあここの鍋蓋もしっかりと処理していきたい、オッケー。さあ撃破、さあここのなんだっけダイバーも処理して、さあ納品が順調すぎる、オッケー。濡れろ、あーインクが足りない、ちょっとインクがなければ何もできません。ちょっとねインクがなければね何もできないってね、インクがあれば何でもできるけどインクがなければ何もできないってなんか誰かが言ってました。さあ納品もイージーと、納品もしっかり足りていく。さああとね、まあだいぶ処理も順調すぎるので、あとはしっかりと死なないように立ち回っていくだけなんですが、さあ後ろから来る鉄球もねしっかりと避けまして、痛いです。さああとはもう終わりですね。さああとあの爆弾を処理すれば全処理選挙、あー処理できなかった、悲しい、ナイスファイト、いいっすね。あんまりいい編成ではなかったにしろかなり順調な処理スピードでしたね。さあバレルスピナー来ました、スロッシャーですね。まあ、スロッシャーが全て破壊してくれればねこのゲームイージーなので、さあねそれに期待しつつ他の武器がだいぶひどいということには目をつむりつつねやっていきたいと思います。さあこのモグラはアイスさんではない、いいっすねスロッシャー。さあしっかりと倒してくれた。さあお次が、さあ鍋蓋、オッケー。さあしっかりと処理して、エリートが頑張って攻撃してはいるが、さあこのモグラはアイスさんではないが、しっかりと入れていって、さあ納品もね意外と足りないので、さあしっかりとここのを撃破しつつ、これさ左から湧くさ爆弾結構えぐいよな、待ってね。さあまずいよ、あでもスロッシャーがいる、そうだった、このゲームにはスロッシャーがある、このゲームには必勝法がある、そうスロッシャーが全てを破壊すればいいのだ、あはははみたいな、そういうテンションでやっていきます。さあ肩パッドが1湧いておりまして、さあここのあーちょっともったいなかったな。さあスロッシャーが肩パッドを撃破できていないため、オッケー。さあここの肩欲もいで、おらおら、オッケー。さあもいでいく、これ撃破できた、だでかい、うん惜しい、うん惜しかったな、ポン、あー入らなかった、あーめー、うーん、まあ雨があるとねこういうことがあるんですね。助けて、いやちょっとカニ下手すぎんか、助けてほしい、オッケー。さあまずいですね、この雨はまず、あー雨降らしたのはまずいです、非常にまずいです。雨ナイス球投げて、んー間に合うかこれ救助、あーでも救助間に合ってもダメだなこれ、納品が絶対間に合わない、うん、いやワンチャンある、ワンチャンある、諦めるな、ワンチャンある、よっしゃいナイスファイト、素晴らしい納品。これね本当にね最後ね頑張って納品したら意外とね10個とか10何個納品できるので、やっぱ諦めないことは大切。さあやっていきましょう、キャンピングシェルター。さあチャージャー、ラクト、クワットということで、まあ、チャージャーが全部破壊してくれればなんとかなる編成ですね。さあやっていきましょう。なんかね今ねなんか鉄球の金バッジが見えたような気がするんですけど、まあ多分気のせいじゃないかなっていうテンションでやっていきたいと思います。
さあチャージャーにお任せしたいが、さあキャンピングシェルター360ダメージになったキャンピングシェルター舐めるなよ。さあ、あのあれをねどうにかしたい。さあこれはまあ味方に、味方のラクトにお任せして、さあキャンピングシェルターあんまやることないですね。さあパージしていきます。パージしつつ、ポン、オッケー。さあ撃破、オッケー。痛いです。さあ360ダメージをしっかりかましていって、さあ味方が処理してくれる。さあモグラを処理、オッケー。あ、さあこっちやってくれましたね。さあキャンシェルね、これ柱ね、なんかいい感じの処理方法あるんですけど、まあそれをするまでもなくね、味方が処理してくれましたね。2個でいいか、一旦2個で帰りまして、さあここの撃破、オッケー。さあ納品を進めていきます。まあ、あんまりね処理にも向かない武器なのでね。さあ見せてやろう、これが360になったキャンピングシェルターだ。やっほーい、ナイス。素晴らしいね。やっぱね、これさ、昔250だったの本当に終わってるよね。なんだ250って。昔の250とかいう数字ガチで終わってた。もう本当に武器じゃなかった。さあしっかりと避けまして、避けまして、オッケー。さあこの距離ね、割とね直納品の方がいいかもしんないよ。さあここのしっかりと納品していって、さあ丸見さんね気をつけましょうね。固まってる時にね降ってくるとね意外と死ぬので。オッケー、ナイス。さあ62まで伸びましたね。素晴らしい。やっぱね危険度マックス、なんか記録出やすいよね。やっぱ敵が多い分ね、記録が出やすい。さあということで、これはなんだ、スプラシューター。アイスさんね、寿司とねザップの見分けつかないんですよね。寿司、ザップ、スペースあたりのねなんかシューター群のね見分けがつかない。まあまあまあ、それね、まあ分かりにくい部類ではあるので。ハンガー、オッケー。さあ爆弾撃破から、さあ後ろは、後ろは今んとこ湧いていない。さあ撃破してくれたん。さあそして、あ、うーん、ここじゃないっすね。あ、でも撃破できた、オッケー、ナイス、次。それ撃破できたの熱いよ。さあ味方が入れてない方をしっかりと狙っていって、さあお次ヘビですね。これはおそらくアイスさんに来るんじゃないのか。うん、まあ誰に行ったか分かりませんが、とりあえず味方に行ったヘビですね。さあヘビを撃破しつつ、さあ向こうのやっていただいて、オッケー。さあお任せして納品していきます。さあ柱を処理してくれている。さあ鍋蓋で鉄板を破壊、鉄板じゃねえ、肩パッドを破壊していく。さあそして、うーん、後ろ向き肩パッドはね入れるの結構難しいのでちょっとやめて、さあこっちのヘビですね、こっちのヘビを処理していきましょう。さあヘビ処理しまして、痛いです。さあしっかりかわしまして、さあ味方一押つですね。さあこれはお任せしたい、 OK。 さあ直救助のボムを投げていって、さあ塗っていきたいところではありますが、塗れるか、塗れないですね、 OK。 さあ納品が終わっている。さあお風呂にお任せ。さあこれはちょっと味方が処理しやすいよね、ここで止めまして。さあこの雨は降らせない、 OK。 雨は拒否。もう1雨1命ですからね。待って、雨玉向こう行ったのか。雨1回につき1ですだと思った方がいいレベルでね、雨ってねかなりやばいものなので本当にね気をつけましょうね。さあ57納品、素晴らしい。アイスさんね、この撮影前というか昨日なんですけど、昨日ね危険度マックスで出した90197だったかな、なんかそれぐらいまで行ったんですけど、パーブロー満潮ですね。満潮は本当に全力処理です。もう処理が追いつかなくなった瞬間負けるので、全力で処理します。もうウルト、もう一瞬でもね気を抜いたら負けるので。さあここでね止まるので、ここでしっかりと、オッケー、待って、もう一回使いたい、もう一回、ここオッケー。さあここの処理して、オッケー。さあ次行きます。あー1個取りたかったけど、あーの肩パッドがどうにかなると嬉しいなという淡い期待を持ちつつ、さあコウモリを撃破、こっち側特に何も湧いていない。あーちょっと待ってね、オッケー。さあここのやって本、さあここの肩パッドを撃破しつつ鍋蓋を処理。さあお次がお前、おら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 。さあジェッパー行ってくれた、オッケー、ジェッパー行ってくれた、オッケーオッケーオッケー。あ、メガホンレーザー行ってくれた、オッケー。さあそのメガホンでかいよ。さあここの鉄板も処理していきます。鉄板処理したい。うーん、とりあえず雨を拒否して、さあな、鉄板処理できない、パブロ弱え。
っと待ってね、この雨は多分こっち側、こっち向きに降るからあんま気にしなくてよくて、さあウルトいきます。うおー、オッケー、さあとりあえず警備撃破からの本、オッケー撃破していく。さあ納品終わっております。素晴らしい。やっぱね、処理追いつきつつの納品できるっていうのはかなりでかい。そして味方に落ちなのでしっかりとスペシャルで対抗していきます。俺たちは抵抗するぜスペシャルで。おら、さあオッケーということで、ナイスファー49。ちょっと納品最後伸びなかったですけど、いやー、よかったですね。いや、もう最後の方までほぼの処理が追いついていたので、処理追いついてたし、納品もね、できてたっていうことで、強い味方でしたね。ということで、完走でーす。ということで、今回はビッグランテラポートショッピングパーク危険度マックスやってきました。そして完走しました。今回のハイスコア192ということでね、今回135かなんかで金の置物ね、確定なんですけど、余裕でね、クリアということで、しかも今回、多分アイスさんの記録だと今までで一番かな？多分今までに160とかまでしか出てなかったはずなので、192は多分初めてかな？結構大幅に記録を更新した気がします。今回ね、新しく追加された新スペシャルですね。ウルトラ着地と帝王以下、帝王がね、意外といい。無敵だし、貫通もあってね、コウモリとか、鉄板とか、肩パッドとか、爆弾とかも処理できるので、結構、まあまあ、悪くはないスペシャルでしたね。逆に、ウルトラ着地が期待外れすぎた。あれさ、貫通ないのおかしいだろ。あれ貫通ついてないの本当に不服なんですけど、あの見た目で貫通ついてないって何？本当にサメライドレベル。サメライドぐらい弱い。ちょっとサーモンランにおいては、あんまり評価はできないスペシャルですね、ウルチャク。そして、新お頭、ジョーですね。まあ、基本的に、まあ、味方にターゲットがいかない、味方がね、苦しくならないように、避けて戦うか、もしくは、ジョーを、敵のところに連れて行って、もう敵を全部まとめて処理させるかっていうね、大体二択があると思うんですけど、ちょっとどっちがいいかはわかんないな、まだ。回数をこなさないとちょっと判断つかないかなっていう。どっちにするにしろ、まあ、敵を食ってくれるっていうことは覚えておいた方がいいですね。タラポートっていうステージに関してはね、干潮と通常化は割とイージー寄りかな。そんなに難しくはないかなって思うんですけど、満潮はね、本当に処理が追いつかなかった瞬間終わるので、割と全力処理気味でいいかなってアイさんは思っています。前後ろを交互に湧いたりするので、なんかシャトルランみたいに、こう、無効処理して、1個持って帰って1個納品して反対側行って処理して1個持って納品してみたいな、そんな感じの動きでね、処理していくのがいいのかなってアイさんは思いましたね。とりあえず満潮だけは頑張りましょうと、そんなところで今回のビッグラン終わりにしたいと思います。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。